湖の女神カジミン、3。琵琶湖朝日、https、ゆる。これ綺麗に撮ってます？あまり全然ないですけどね。とりあえずね、このアーカイブは残しときます。カテゴリーはちょっと女子雑談ではないんですけど、今日はお昼の12時からオカルトークということでね、オカルト、怪談などの雑談でちょっとね配信していこうかなと思ってます。まあ、手始めにキャスからっていうことで配信していこうと思うんですけど、1名の方ありがとうございます。誰かな、よかったらコメントください。ちょっとでも朝日登りきっちゃったんですけど、ん、みかんさん、おみかんさん、おみかんさん、みかんさん、みかんさん、めっちゃ久しぶりじゃない？アフリカぶりじゃないですか、もしかしたら。まだ登録していてくれはったんやろか。お久しぶりのね、琵琶湖の朝日配信です。最近ね、ちょこちょこと夕日だったり朝日だったり、昔のちょっとねアフリカ TV のことを思い出しながら配信してるんですけど、よかったらね、お久しぶりにコメントください。はい、がね、筑部島ですね。みかんさん、去年はいろいろとお世話になりました。今年も一年お世話になりました。申し訳ないです。みかんさん、お久しぶりです。久しぶりじゃないですか、この朝日も。ちょう、お猿い、雲の巣、ちょう、さん、明けおめことよろ。お猿いいねしててくれてたんやけど、今日から、あれ、お友達で、今日やって書いてるのね。みかんさん。そうですね、ちょう、お猿い、いや、何年ぶりやろ。いや、何年ぶりってことないんで、時々やってんねんけどね。時々配信してるんやけどね、なんていうんかな、やっぱり間が空いたことで、まあ、みんなもうちょっとこう離れてしまったっていうのもあるんやけど、で、お猿ちゃん、ほら、いいねしててくれてたんやけど、今日12時から、オカルト。お猿い、雲の巣、ちょう、さん。何年ぶりのリアデコで会った子。出会ったのいつやろ、2年くらい、踊れた。そう、ほんでね、今日はちょっとね、お昼に、オカルトークっていうことで、今ちょっとね、友達っていうか、お猿は知ってるの、リア突したから一緒に。ショックっていうか、ショックって言ったらあれなんやけど、とりあえずね、今日やっていう、名前で、またやり直すというか、私はずっとカズミンで行くんやけど、もともと、まあ、ホラーゲームとか、ホラーなこととか、ホラー映画とかが大好きな2人なんやけど、で、その時、アフリカ TV の時も、百物語って言ってずっと、オカルトの、その、なんていうかな、まだ雑談をやってたんです。で、それをまた、キャスで復活するんじゃなくって、YouTube で、またやろうかなーって。やってたよ。やってたよ。やってたな。やってたな。何まで行ったのかな、でもあれでも70話ぐらいまで行ってんで。でも100話まで行かなかったという。まあ、視聴者参加型やったんで、いろんな人に、体験喋ってもらいながら作り上げていったんですけど、まあ、アフリカ TV も結局ね、私移動はしなかったので、で、まあ、YouTube をね、ちょこちょこと、こういう、お猿い、雲の巣、ちょう、YouTuber じゃねえよ。YouTuber、YouTuber かもしれんけど、YouTuber じゃねえよ。YouTuber かもしれんけど、YouTuber ではない。うん。で、まあ、ショックっていうか、お猿も一緒に、突した、3人で突した、方と、また2人で、オカルトークっていうことで、まあ、雑談ですね。あんまりね、朗読みたいなこともしたいなとは思うんやけど、それちょっとまた、なんていうか、練習したりとか、まあ、雑談をしながら喋るのにまた慣れてからかな。
だいぶね、喋るのもね、ダメよ、やっぱり。お猿いくも、くもの巣、長さん。陰謀論語るとな。そう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 。また、いろいろと語ってくれ。入ってくれ。なんていうのかな。コラボキャストも多分したりもするけど、初めはちょっとまあ、キャスで。で、そのうち、慣れたら YouTube で雑談も C の、朗読も C のっていう感じで二人でちょっとまあ、お猿いくもくもの巣長さんクッパパについてはやめとくぞ笑クッパパってなんやねん、なんかあれかのちょっと未確認のなんか人物みたいなもんかなんやねんウッドフットいやビッグフットみたいなもんかでもほら、お猿の方って UFO がね、まあ有名というか、あれやけど。あ、もうなんか、この雲に隠れてたね。ちょうどね、出てきたなぁと、窓から覗いて、出てきたと思ってこっち出てきたんやけど、やっぱりもう、上がりきっちゃったね。お猿、雲の巣、長さん。それがなぁ、こんなとこでなぁ、喋ってもええかもしれんねん、ええか、ええっていうか、あれなんやけど、お手つきになってまうかもしれんねんやけど、こないだなぁ、だからなぁ、今日、ほら、オカルトワークでする人と、一緒に、みかんさん、一緒にね。アット R4BGN1、キャレット、キャレット、アステリスク、おひさ、八分音符。去年はいろいろとお世話になりました。今年も一年よろしくお願いします。そうそうね、門松、ワピッニュー、いや、キラキラ。そう。で、買い物を行って、晩8時、もっと過ぎてたかな？そうやね。買い物が10時ぐらいに終わってるから、もう10時過ぎてたと思うの。で、曇ってたのね、その時。ちょっと雨模様だったかな。で、今回のね、京也と一緒に車の中でちょっと喋ってって、あの光何みたいな感じで見てて、そしたらね、3つぐらいもう金星ぐらいこの光が眩しかったのね。で、金星ちゃうんみたいなこと言ってたんやけど、だから3つぐらい固まってんのよ、光が。んで、おえドローンかなっていう話を言うてて、いや、ドローンって夜飛ばすみたいな感じで言うてて、ほんで、そのうちになんかこう、うにゃ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 と、こう、やっぱりこう、ジグザグしてん、ジグザグというか、微妙にやけど、こう、登ったり降りたり、登ったり降りたりしてんの。で、これ、ドローンやでとか言うてたんやけど、ほんでも、まあ、曇ってるから星ではないなと。ちょこちょこっとこう、星は出てるんやけど、これは星ではないから、こんなドローンなんかな、飛行機かな、飛行機にしては全然動かへんし、みたいなこと言うてて、で、結局、まあ、その場では、京也ちゃんと一緒に、もう、これはドローンじゃないかっていう話に終わったんやけど、その次の日ぐらいに、仕事納めがあって、まあ、仕事場のね、上司っていうか、めっちゃ UFO 好きなんよ。めっちゃ UFO 好きな人がいて、まあ、何でも多分 UFO につなげようと思ったのかもしれへんのやけど、まあ、同じようなことを話したらね、ドローンは、まあ、昼間も夜もなんやけど、夜なんか特になんやけど、許可がいるんやって。だから、絶対に夜に、まあ、勝手に違反であげてる人はいるかもしれへんけど、上がることはないんやって、夜は。ほんで、昼間でも、ちゃんとした、そういう、あれがなかったら、免許みたいなものがなかったらっていうか、なかったら、もう上げることができひんねんって、違反になるんやって。ほんで、ドローンじゃないで。もう、いきなりもう、ドローンじゃない。UFO や、それって見てもないのに。聞いた話だけでそんなこと言われて。まあ、何回かそういうのは見たことあるけど、でも飛行機じゃないかとか、金星じゃないかとか、いうのがあって、まあ、UFO っていうのはまともに見たことはないから信じてはないんだけど、でその上司がなんで信じてるかって言ったら、なんかね、ネットで見せてもらってんけど、おじさんがね、写真撮るとこあるのよ。で、そのアダムスキー型やったっけ、なんか本当に円盤みたいなやつ、あの UFO の写真を、まあ、地元で撮ってはるのを何枚か、その親戚やからね、ちゃんと写真があるんやって。だからもう UFO は絶対存在するって言ってる。見たことがない私にとっては、まあ、信用してないことはないね。絶対にこの宇宙の中にそういうなんか存在っていうのはあるとは思ってるから、嘘やとは思ってないんだけど、ただ見たことないからね。
誰もほんまにでもほぼほぼみんな見たことないんじゃないかな。みかんさんとかも見たことある？こういう朝日とかね、綺麗なもの。お猿い雲、雲の巣、蝶さん。そうなんよ。まあ、飛行機が3つ揃ってはありえんわな。赤とか、もうヘリコプターもそうなんやけど、なんかこうほら、常にこうピカピカ、ピカピカ、ピカピカってほらして、ほんでちっちゃいのよ。あの光が絶対に赤とその黄色い光もあるんやけど、3つぐらいあれも重なってると思うんやけど、その、それもゆっくりとスーッと通っていくやん、ああいうのって。だから飛行機もわかるし、ヘリコプターもわかるし、ほんで、いくらそのなんていうのかな、夜の方がさ、シーンとしてるから、耳澄ませば飛行機もゴーっていう音するし、ヘリコプターとかでも、なんかバタ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 って音がするのよね。もう一切無音なのよ。で、ドローンだってな、あんだけ近くでっていうか、あんだけ大きくって、これ近くやんなって言うてるぐらいなとこやからさ、絶対に、あのなんていうのかな、音聞こえ、あれどんな無音なのかな、ドローンって。私はなんか音なんか聞こえるんかなと思ったりはするんやけどね。ごめんね、あのね、充電がなくなってきたっていうかね、これ番宣みたいなもので、まあ朝日と同時でね、今日またあの12時から暇あったら、あの雑談でちょっとまあオカルトの話とか、まあゲームのホラーの、ホラーゲームの話とかも多分そういうのも交えてのことやと思うけど、またよかったらね、あの、コメントしつつ雑談でみんなでしたいと思うので、来てください。お猿たんも、みかんたんも。はい。まあまたあの、このまま、あの、3点登録は多分、お猿いくも、くもの巣、蝶さん。してもらってるかなと思うんですけど、またあの、ツイッターも、まだちょこちょこと配信、あの発信したりもしてるんで、YouTube もね、あのこれはもう本当に趣味なんで、よかったらで結構なんで、あのチャンネル登録していただくとありがたいです。なんで、今日はあのお昼の12時に、また配信始めますので、初めはちょっと噛み噛みかもしれませんが、あのからどんどん絡んできてください。じゃあ、あのみかんたん、おさるいたん、ありがとうね。じゃあ、電池切れるんで、バイバーイ。ありがとう。蝶、お猿い、雲、雲の巣、蝶、今もカミカミ言うな。今もカミカミ、笑。今もカミカミ言うな。今もカミカミ言うな。ほんじゃね、ありがとうね。